のサービスからです。抜けていって張本、終わりになります。ネットにかけていく。リンの1回目のサービスになります。ここはリンのポイント。あの試合を進めてる感じがしますね。そうですね、今の張本選手のチキは になってきているとは思うんですけれども、それをやっぱりっていうのはそうですね、うん、はい、攻略しようっていうそういうところが見えてないですね。ですからそのけていきました。まあリンがもし勝つとすればですね、何かそういうものが見えてこないと。ラリー続きますが、リンのポイントになりました。9対。このラリーグリケアです。いやいいボール打ち、ネットにかけますからね、はい、リンが決めていきました。第1ゲームリン取りました。11対7です。フォアに小さいのとバックに長いやつで、攻撃はフォアを攻めると、うん、まあその2つのポイントだと思いますね。張本選手的を絞らせないようにしてますね。なるほど。まあだんだん見えてきましたけど、うん、まあラリーになるゲームであるバックハンドですね、はい、これはもうやっぱりあの避けてますね。なるほど。張本サービスです。ネットにかけて張り、はい、ました。まあ第1ゲームはですね、バックに来た長いス、はい、ネットにかけ、ここはですね、張本がですね、はい、張本は対応力というのも非常にある選手だと思うんですけれども、今日はちょっと、はいはい、行くっていう作戦ですね。なるほど。まあ、第2マッチに入ってヨシフリンのそのサービスだけじゃなくて全体的なマッチの形も見え、にかけました。そうです、リンのサービスです。ネットにかけてボールを送らないといけないんですけども、逆にリンにフォアにボールを送られてますね、はい、一気にリンがゲーム苦しんでます。自分のペースリズムも作れないです。ですから始まります第3ゲームです。抜けていきました。そのチキータを今日は放ってますね。
一本は本当にあの大きいですね、はい、らしい感じがないんですけど、そこをうまく防いで得点しましたね、張本選手は、はい、戦でサービスの あのコース種類をですね、と今度は変化から、はい、ややにも力が入っていた張本です。サービスはリン取っていきました、なりましたね、時間をかけてサービス張本ですね、今のプレーを見ると、ああ、このポイントも大事になっていきそうです。抜けていってリン攻略しなければいけなくなってきています。そうですね、ネットにかけてしかないですね、なるほど、ネットにかけて張本の攻め悪くなって負けてしまいますよね、なるほど、これは一気に決めていく張本は、大事な大事なポイントです。張本は取りたいところです。ネットにかけて張本、抜けていきましてリンのポイントです。世界ランク26位ではありますが取りました。第3マッチで下しました。そして岡山に別この試合の勝利を決めました。いやー、見事なリンのプレーでした。第3マッチはリン・ギュンジュが張本智和を下しています。